はい皆さんこんにちはチームハロンズ黒川ですオーストラリアドルへのテクニカル分析を3分で解説します本日ロンドン市場の見通しとなりますまずは結論から2時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中も売りバイアスが発生しております日問均衡表上昇トレンド進行中ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということで、はい、2時間足ベース上値の重い展開も下値も限定的と考えております上値が重い展開も下値も限定的下値も硬そうということで それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介しますはいこちら二時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21ポイント平均線上昇しております上昇トレンド進行中ですその中ローソク足と言いますとサポートラインとしてワークしておりましたプラスシグマライン下抜け成功しておりますはい二時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中ですが売りバイアスも発生しておりますはいこちら 2時間足ストーキャスティックス売りシグナルが点灯ということです。はい、こちら2時間足一目金衡表です。形状から言うと綺麗な上昇トレンドの形状ということです。はい、それでは本日ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。 はい、サポートラインは91円ちょうどレベル、91円ちょうどレベルと考えております。はい、続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは直近高値、91円の92レベル、91円の92レベルと考えております。 はい、本日、ロンドン市場の予想レンジ91円、ちょうどレベルから91円、92レベルということです。ポイント、売りシグナル点灯、上値重しということで、はい2時間足、ボリンジャーバンド上昇トレンドの形状をしておりますが、売りバイアスも発生しております。2時間足、一目均衡表、上昇トレンド進行中。2時間足、ストーキャスティックスは売りシグナルが点灯ということで、2時間足、オーストラリアドル円ですね、本日、 どんどん市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開も依然として上昇トレンドが進行中ということで下値も勝たそうと上値の重い展開も下値も限定的と考えております、はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介ということで、はい、YouTube 概要欄から講座解説をすると通常の講座解説得点2000円と新規取引 1>, 1回1万通貨1ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中ですさらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります詳細は YouTube 概要欄をご参照ください最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります